どうもカビーです。今日はですね、ちょっととある場所にお邪魔しまして、うちの畑のすぐ近くです。で、ここでもう多分動画で紹介してたと思うんですけど、命の土、ものすごいめちゃめちゃこうよく育ってるね、命の土について詳しく紹介する。これはね、まあすごいこう土だけの話じゃないんですよ。それからいろんなところにつながってくるお話なので、そのまあ第1弾ということで取材をさせていただきました。ということで本編どうぞ。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。失礼します。杉崎さんですね。はい、そうです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ここはどういうところなんですか？ここはですね、はい、峠山村子供農園クラブといいまして、ね、ちょっと今看板の方がまあここもうこれで8年目、開墾して始めて8年目ぐらいになるんですけど、すね、ちょっともうボロボロになっちゃいましたけども、ここでですね、今の子供たちに自然体験を通してですね、生き抜く力を教えるような場所、農作業があり、それこそですね、カービィにももう4年ぐらい前だったかな。結構こっちのね、2週に私が来たタイミングでお世話になり始めて、でちょこちょこその時関わらせてもらってたんですけど、でね、竹を切ったその竹細工で、カービィが子供たちにね、やりましたね、そう、竹作りとか、流しそうめんの竹をちょっと手伝ってもらったりっていう、まあそんなね、関係のあるとこでもあります、で、この山はですね、昔、まあ、西麻町、西尾市西麻町っていうところにあって、まあ、西尾市はね、皆さんご存知の通り抹茶の産地です。この峠山っていう、まあ、名前で、まあ、俗にこの辺の方にね、呼ばれてるんですけど、ここはね、昔はお茶畑だったです、もう360度パノラマできるお茶畑だった。全面お茶畑だったんですね。そうなんです。それを杉崎さんちがちょっとずつ開墾していって、今柑橘とか桜とかいろいろ、そう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 、結局ね、その、お茶作りがお金にならないっていうことで、まあみんな耕作放棄されまして、要はジャングルになってしまった。なんかありますよね、野生化したすごいでっかいお茶の木みたいな。そう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 。でね、僕はね、ここは子供の頃遊び場だったんですよね。ほいほいほい。カブトムシ取ったり、ね、お茶畑をこう荒らしたりってよく怒られてたんですけど。悪ガキじゃないですか。そんな山がね、もうジャングルになっちゃったから、はいはいはい、まあどうせならね、この山、大切な里山をですね、開墾して、子供たち、まあみんながね、遊べる場所にできないかという思いでですね、チェーンソーとハサミを持って、もう8年前、一人でこの山に入って、もう開墾を始めたっていうところです。で、ちょっとこちら来てください。ちらっと映るよね。こちらがですね、まだここはちょっとジルさんにお借りしないで開墾してない、そこなんです。手入れる前はこれで。そうです、そうです。これがもうお茶の実今なってますけど。お茶の実珍しいですね。僕も見たことない。そう、もうこれもう完全何十年、20年ぐらいほかったんで、まあ無農薬のお茶ね。まあ柔らかい部分摘んで、なんていうのかな、焙煎してやればお茶も煎じて作れるんですけど。すごいですね。この世代軽くこれお茶の木なんかこんなもんのイメージだけど、全然こんななるんですね。で、こう竹があったり、こういう雑木の苗がね、木になったりって。元はこういう状態だったんです。山全体がね。これ入るのもはばかられるぐらいの感じですね。すげえなこれ。だからこういう茂み入っていて、下からのこぎりでまず、その一区間作るのがまず大変だったんですけど、うんうんうん、まあそこからね、順番に倒していきました。なるほどな。で、こちらへどうぞ。いい。広い道になってますよね。うんうん、昔は生い茂ったこのお茶の木が垂れ下がって、軽トラックが1台しか取れない、通れなかった道だったです。それは知らないや。今はね、本当に我々頑張って、その町の散策路ということでですね、西尾市が予算が少しずつ出してもらって、今はこうアスファルトで舗装されてますけど、昔はね、4段の軽トラでないとか、まあ後ろに荷物を積まないとね、なるほど、もうタイヤが欲しいなら、カービィなら分かると思います、ね、空転しちゃってね、空転しちゃって上がらないぐらいな、もうデコボコみたいな。確かに初期に来た頃よりさらに道が良くなってる気がする。そうですね、もうカービィが来た時はまだまだ、まだ途中でしたね、砂利道だったと思います、見晴らしがいいですね、ここ一望できますもんね、西尾市を。西尾市一望とまではいかないか、で、まあこれがちょうど東側の斜面になるんですけど、はいはい、ちょっと見えにくいんですけど、ここが峠山です。で、このね、奥がね、五砂子山って言って古墳なんです。へ、古墳なんだ、向こう古墳なんです。それ知らんかったっす。この一つ向こうの山がね、だからここは非常に空気もいい、癒し路地というかね、そういった場所になって、でね、今後でまた見てもらいますけど、まあ結局竹もどんどんこういう感じで侵入してくるわけですよね。そうですね、強いもんね、あいつら。そうそうそう、こういった竹やぶをね、せっかくなら全部切っちゃうことはまあそれはできるとは思うんですけども、まあ竹やぶを間伐して、竹の子生産のできる竹林へ戻す、ね、
で間伐した竹は、まあ、処分したらそれで済むんですけど、うんうん、それは処分せずに、うん、昔はあの竹炭焼いてたんですけど、はいはいはい、焼くと煙が出てね、うん、下の洗濯物が臭なるとか、あ、まあ、はいはいはい、いろんなクレームが出て、まあ、ちょっと今焼けないんで、まあ後で見てもらいますけど、妄想竹だけを、うん、まあ、生でパウダーにしてね、うんうんうん、まあ、土に有効に返せたら、うん、世の中に邪魔なものがこう必要なものに変わるです、ね、なんか素晴らしいじゃないかなっていうことで、いいですね、はい、今そんなこともね、そのマシンがあれですね、あ、マシンがあれです、はい、あれは後ほど、はい、はい、でこっち、はい、はい、ほいでこの木もですね、はいはい、まあ、昔はもちろんこんな桜だとか、うん、紅葉のなんだもみじもみじ、うん、そうそう、もちろんなかったんですけど、植えたんですか、植えたんです、お、20年後ね、ここの道に散策路に桜が咲いたり、結構いい場所になるようにね、いいですね、もうなんか植えてる、ずいぶん経ってる感じがします、はい、これが山の北側になります。ここからまっすぐの真正面がですね、うん、ちょうど岡崎城になる、望遠できるかどうかわからないですけど、真ん中に茶色い大きいマンションありますよね、あそこが岡崎城付近です。だから夏はここでね、有名な岡崎市の花火大会を、まあ、バーベキューをしながらね、ちょっともう草に覆われちゃいましたけど、峠山でね、竹炭、それから木炭を我々で焼いとった釜になります、はいはい、まあ、今ちょっと使ってないんでこんな風になっちゃいましたけど、まあ、一応燃料もですね、うん、我々で自給すると。でこういう建物もですね、一番初めこの山にはこんな建物なかったです、はいはい、カービィの農場もそうかもしれないですけど、イベントやるとね、うん、雨降ったりして逃げ込むところがないんです。だから、まあ、お金がもしあればね、こういうのもしっかり作ることは簡単なんですけども、うんうんうん、まあ、我々峠山村はね、廃材をすべて利用して建ててきます、うん、もう地元でね、家を壊すっていう家が来たら、ちょっと待ってくださいね、サッシ欲しいですので、サッシ取るまで待ってくれませんかというお願いをしていただいて、壊していただいて作った、うんうん、建物がこれから出てくる。ベッドの骨組みだったんですけど、ね、こう開けるとね、うん、中で、自分たちです、あの作った炭でここでね、うんうん、休憩しながらその辺の畑で野菜取って焼いたり、うん、椎茸焼いたりということで、うん、まあ、ここはあの皆さんの和み場です。やっぱり水道を、まあ、引けば、まあ、一応いいかもしれないですけど、うん、不便が一番みんなのね、うん、有効なものに変わると思うんで、うんうんうん、電気も水道ももちろんありません。ここ今開けますね。この建物も地元で車庫を壊すっていうことでね、骨組みだけ、トラックでここにずり上げて、すごいな、こういうところはね、材木屋さんの、はいはい、コアを、うん、廃材をもらってくっつけて、蓄作液ね、炭を焼いた液を塗ってね、はいはい、虫食い防止として、まあここはね、お年寄りとかが、休憩所ですね。あ、すごいや。一月に4回ぐらいは山の上に登ってきてね、お茶を飲んだりっていう。まあ子供がこの山で突然怪我してもね、おじいちゃんおばあちゃんたち誰か見とってくれればね。はいはい、骨組みが鉄ですね。そうですね。もうこういうのカービィ見やすぐ分かっちゃうと思う。なるほどな。これは和み場です。はいはいはい。で、こちらへどうぞ。レトロな感じですけど、うんうん、まあここが峠山村のおじいちゃんたちがね、はいはい、竹でこう、なんていうんですか、カービィ、背中描くやつ。ああ、孫の手？孫の手、うんうん。まあそんなものをね、お邪魔します、どうぞ。作ったりしてね、道の駅で販売して。なるほど、工作場みたいな。そういうことで作業場ですね。うん、まあ、多少運営費のね、うんうん、小遣いを稼いでもらうっていう、まあそんな部屋になってます、ね。なるほど、なるほど。で、まあここら辺もね、整備しても整備してもこの時期どんどんタケノコが伸びて、ね、また同じ状態になってきちゃうんで、なるだけ太い竹をね、はい、残して順番に細いやつ、新しいものは切り倒して竹林に変えてきます。今やってくれてますね、うんうんうん、全てここに協力してくれる人たちはね、若者たちは、まあ、全て、うちの自給自足村の関係でボランティアでね、はいはいはい、皆さんやってくれて、やってくださってる。同化してちょっとどこに人がいるかわからないけどよかったらカービィ、いや話でも聞いてきてください。行きましょうか。こんにちは。こんにちは。どうも。こんにちは。お話聞かせてください。はい。皆さん、おそろい T シャツですね。はい。ホロック T シャツ。ホロック T シャツ着て。はい。かっこいいな。これは、お休みの日とかみんなで集まってやられてる感じなんですか？そうです。ほうほうほう。はい。仕事がないときに、杉崎さんのお手伝いで。なるほど。だからみんな、杉崎さんの志に惹かれて集まってきて、はい。出る。この辺の方ですか？
いや、僕日清の方から来てます、ね、あ、遠くから日清って結構遠いな、はい、もう遊びに。なるほどね。遊びにさせてもらってます。何でこういうグループを知ったんですか？僕は Facebook ですね。はいはいはい、あ、はい、そういうの見てメッセージしてちょっと行っていいですかみたいな。というか、もう杉崎さんがやってるイベントの方に、あ、参加して、参加して、はいはいはい、そこであの話させてもらって。なるほど。で、すごく面白いなと思って。だからこの西尾市周辺、岡崎とかだけじゃなくて、もうちょっと離れたところからも参加していらっしゃる方がこうやっていらっしゃると、うん、そうですね。なるほどな、いいですね。楽しいです。ありがとうございます、はい、そうか、結構遠くから。ちなみにどちらから？あ、同じ。あ、西尾。あ、僕名古屋の方ですけど。名古屋またさらに遠い、はい、そうですね。なんでこういうところに来ようと思うんですか？あ、もともと彼にちょっと誘われて。誘われて、はい、イベントとかで杉崎さんと知り合って、はい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 、はい、でちょっと手伝いがてら。そうです、ね、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あ、なんか周辺じゃないですか、結構名古屋とか日清とか結構離れたら、ね、わざわざ初めはやっぱり地元の人たち上がってきたんだけども、うん、やっぱ世代が変わってくると、はいはいはい、まあ、こういう自然がですね、あんまり珍しくないというか当たり前にあると、うん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 、やっぱり外からね、うん、お見えになる人たちが、あ、自然の中で動くという方の方がですね、そうですね、非常に、そう、うん、うちのイベントもそうです。大体名古屋の方とかから来る人が多くて、ええ、まあ、あんまり地元の方最近増え始めたんですけどね、うん、だからまあここは地元の人が来てくれるのが、まあそれは一番いいかもしれないですけども、本当にここでね、親子で自然体験をしたいっていう人たちが楽しんでね、うん、上がってきてる、来ていただけることに意味があるんじゃないかなっていうことでね、うんうんうん、なるほど、僕は頑張って、継続の方をね、大変な作業ですけども、うんうんうん、確かに続けて、大変この作業本当に、はい、やってるから分かるけど。でカービィ最後見て、はい、椎茸ですか？はい、椎茸うちもやりたいな。まあ一応こんな感じでですね、間伐材を切ったやつで、まあ定期的に小麻菌をね、椎茸原木打ち体験ということでね、うん、いいですね、何でも体験になりますからね。そう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 、うん、やっぱね、ただ機械で穴開けたりゴソゴソ打ったりするだけでもやっぱり、うんうん、違う違う、子供たちはね、そうそうそう、うん、楽しんでもらえるんで、ですね、まあ、我々準備する側がちょっと大変になる、まあ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 、そうですね、体験者はどうと準備がね、なかなかですけど、このね、峠山村に来ていただいたら、うん、こういった自然体験をしていただいて、うんうん、必ずここでね、ハソリで薪でご飯を炊いて、うん、はいはい、食事をしてから帰っていただく、うんうん、参加するためにはどうしたらいいんですか？参加はね、うん、まあ、SNS で日時の告知はするんで、うんうん、まあ、それで見てもらうことが今のところですよね。今のところそうですね。だから主に Facebook でしたっけ？そうですね、うん、Facebook。Facebook の峠山で出ますっけ？峠山村子ども農園クラブで検索してもらうと出ると思います。うんうん、了解です。じゃあそれでちょっと興味のある方は参加してみてください。はいはいはい、まあ、あとはね、うん、こっちに参加してもらったらその専用のグループがあるんで、うんうんうん、まあ、そこで情報は行くと思いますね。なるほど。またこんなね、ところでよかったらぜひ遊びにね、ですね、来ていただければいいかなっていうふうに思います。はい、いや、里山体験ができる場所は今ちょっと貴重ですからね。山はね、なかなかない。そう、ノーチューバーカービィのやってる補助と、もう車で本当に10分かかるかかからないんで、うん、すごい近いです。10分かからないですね、ここ。山でできることはこっちでやって、うんうん、平地でできるのは、あ、カービィのね、農場でやるっていう、そういう連携もね、そうですね、これから面白いんじゃないかなっていうふうに思うので、うんうんうん、よろしくお願いします。で、そう、さっき言ったんですけど、これ何ですか？これはですね、うん、先ほど言ったように峠山自体水源がないんで、はいはいはい、結局今回みたいにね、うん、天候が続いちゃうと畑にも水もやれない。そうですね、ということで峠山の、 あの唯一 の、 あの水源です。ああ、水源、これは分かりますけども、そう、張り出してるかなんだろうと思ったら、ね、水が溜まってるもんね。そうなんです、あの自然の雨をなるだけ張り出して、はいはいはい、この水槽に溜めて、うん、まあ、あとポンプで近くの畑に、ポンプがあるんだ、本当に送れるようになってるんですけど、まあ、中に可愛らしい金魚もね入れながら、生き物がいたらね、それでまた浄化も進みますしね。そうそう一応そんな感じでね、一番初めにこの水槽を、まあ、トラックで上げて、この水槽を置いたところから、まあ、畑がスタートしていったという。これ木が大きくなっちゃったんだけど、はい、一応ドラム缶風車として、ほうほう、あ、初めはここで豆電球起こして一応その電気がついたっていうことで、まあ、ヒッペラとドラム缶2つあるんですけど、風力発電も、風力発電も一応試してみたっていう。楽しい。で電気が来た、水もある、うん、ね、自給自足村っていうようなことのね、代名詞としてこれはね、うんうん、大事に取っておいてあります、うんうん、シンボルとしてね。そうです、開拓のこう、はい、証としていうか。そうなんです。
カービィのいい質問があれば。すげえ音ですね。何に何にも声取れんかったよこれ。すごいね、めちゃめちゃ細かくなるんですねこれ。いやほいだでもっとそのはずのあのなんとかがやっとるやつのはもっと目が荒い。あ、荒いんだ。だからこれ新しいやつがいいやつ。違う違う、目をほいだで細かい一番最初の目にわざわざ変えたるわけ。ああ、だから調整でできるんですね。なるほど。だって荒めにすればもっと早い、うん、ああ、そっか。だからガソリンもいらんし時間もかかってもう本当できちゃうけど、我々はなるだけパウダー状にしたい。まあパウダーよって言ってもチップだ、チップだけど、ね、このパウダーがあの使わせてもらってるあの命の血のネックになってくる。そう命の血の成分は今もう話していいかな。大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。あれは南チタ、南チタの血眼、血眼と、うん、この竹パウダー、はい、でこの竹パウダーもただの竹パウダーではないと。そうですね、あれですね。なんかさっき言った時はシュッシュッシュッシュしてましたけど、あれなんですよ、ね、これがちょっとねマルヒなんだけど、はい、これ秘密、これは、はい、あの一応ね僕の仲間が、はい、作ってる有用微生物群なんですけど、うん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 、無農薬の野菜とか無農薬 の、うんうん、あの果物の酵素を取って、はいはいはい、まあ、それをオリジナルで培養した、うんうん、一応あのものになってるんですけど、有用微生物群っていうとあのいわゆる EM 菌みたいな、まあ、そんな感じですよね。あれまあ総称ですもんね、はい、そうですよね、うんうん、なるほどなるほど。まあもちろんその生の竹はすぐこうやってチップしたら乳酸菌発酵が始まるんですけど、うん、そう、あったかいんですよ、すぐあったかくなる、うん、そう、まあ、僕の中ではこれが土に返した時にですね、うんうん、やっぱ土壌の金ちゃんにもね、はいはいはい、活性化になるかなという思いも込めて、うんうんうん、まあこの時点で有用微生物群をね、うん、ちょっと補填するで発酵、まあ、ちょっと促進させてあげて、ね、よりすぐ土の菌たちの隅かなりご飯になるようにと。まあ、結局土はまあそのまま混ぜて土作っちゃうんでいいんですけど、うんうん、まあ、これ竹パウダーだけの単品でもまあ農業資材として販売してるんで、うんうん、まあ、土の上にね、あのマルチと同じように。これはねちょっとまだ今在庫がないんで、うん、あ、在庫ないか、はい、まあ、見ての通り数が、うん、その個数がそんなにできないもんですから、そうですね、たくさん作れないからね、うんうんうん、であんまり注文が来ちゃうと、うん、まあ、かえって大変なんで。そうですね、まあ、カービィとか我々のこの思いをね、うん、分かっていただける方に使っていただいて、まあ、有効なものとしてね、うんうんうん、喜んでもらえることをうちは目指してるんで、大量な販売のことは一切考えてないです、うんうんうん、はい、ですね、はい、でこの土、その命の地今使わせてもらったやつが、その血眼とこの竹パウダープラス EM、はい、あ、まあ、有用微生物群、はいはい、でその3つ目が本職で出しゃる。そうですね、まあ、これはね、ま、To be continue なんですけどね、また今度。そうですね、ぜひお楽しみ。そうで、この3つだけで今多分もう動画でちょいちょい紹介してると思うんですけど、あのえげつないぐらい差が出てすっごい育ってるんですよね、もう現時点で。それはそう、あれはびっくりよ。農業を愛するカービィがね見てもらって納得できる凄さですね。たまげましたよ、本当にすごい、本当に。まあ、それを詳しくはスプラン栽培の方でしゃべっていくと思うんですけど。そうだよね。そうだから今回はこのね、その命の土の製造元というか、その材料になるものの一つ、そうですね、の取材というのは一応名目っちゃ名目だけど、それ以外にもこの関崎さんという方がね、こうずっとこの地で活動されていることの、まあ、一部ですけど、はい、紹介させていただくということで動画を撮らせていただきました。こちらこそ、うん、よろしくお願いします。また引き続きね、またね、またお楽しみに。それ決め台詞なんですか。そうなんです。またね。いただきました。今の決め台詞は次の、うん、僕の本業で分かります、ね、分かりますからね、はい、はい、ではそういうことでまた次の動画での杉崎さんをお楽しみください、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、よしよし、じゃあそれでは皆さんありがとうございます。じゃあ皆さん、なたねー、なたねー、レナレさん、なたねー。早速使う。最高。なたねーっていいな。なたねー最高ですね。